西東原は大韓民国富山広域市出身の元プロ野球選手。ロッテジャイアンツとサムスンライオンズでプレーし、ロッテで背負った背番号11は永久欠番となっている。韓国野球のレジェンドとされ、鉄腕のニックネームを持つ。時速1 4 0トル台を超える速球と優れた球のコントロールで有名。釜山の野球名門高校であった。 喜び南高等学校に入学した。高校2年生の時、清流期全国高校野球選手権大会に出場し、大岡の強豪京北高校相手にノーヒットノーランを記録。その年の優勝校である前林高校に対しては8回までノーヒットノーランを記録し話題になった。高校3年生の時は、青龍期大会の決勝戦で9回20。 脱三振で寒風勝ちを挙げ、MVP となった。1981年、韓国の野球史上初めて、メジャーリーグからオファーを受けたが、兵役を得ていなかったため、メジャー入りを諦めさせられた。1982年までアマチュア選手として活動した。1983年、当時26歳で、普山を縁古にしたロッテジャイアンツに入団した。 一年目は9勝16敗と大きく負け越した。1984年、入団2年目は51試合に、当番27勝13敗、6セーブ、14関東、223奪三振、防御率2.240を記録し、最優秀選手に選ばれる。同年の韓国シリーズでは5試合に当番4勝を上げる活躍を見せて、チームを初優勝に導き、 鉄腕と呼ばれるようになった。1987年まで4年連続2桁勝利を挙げた。1988年、プロ野球選手の待遇改善のため、自ら選手協会を作り活動した。ヘテタイガースの投資金代言が不意の事故で死因だが、球団から何の援助も受けず、家族が経済難に陥っていることに驚いたという。当時、年俸トップの彼が、 選手協会を作り、選手たちの待遇の改善のために再審したのは異例のことであった。これには反発も多く、韓国プロ野球連盟からは選手としての引退勧告を受けるなどした。1989年サムソンライオンズに移籍したがあまり活躍できず、翌1990年32歳で引退した。1991年にアメリカに渡り指導者研修を受けた。 2001年、ハンファイーグルスの投手コーチに就任したが1シーズンで退任。2005年にハンファのコーチへ復帰。投手コーチや二軍監督を務め、2008年に退団。ロッテジャイアンツの永久欠番2011年9月14日、大腸がんのため死去。同年9月30日、ロッテ時代につけていた背番号11は、ロッテジャイアンツの永久欠番となった。 2015年3月28日、ロッテジャイアンツのシーズン開幕戦で、蔡東原の母親が始球式を務めた。亡くなった直後の2011年12月21日、かつてのライバル、千道列との戦いを映画化したパーフェクトゲームが公開される。蔡東原役は、チョスンウが務めた。ロッテジャイアンツの永久欠番である、蔡東原の背番号11。 ありがとうございます。